はようございます。おはようございます。ということで、今日は何日ですか？何月何日ですか？1月17日。あ、1月17日、これから茨城に向けてね、私運転ですよ。お願いします。はい、ほとんど寝てないですよ。はい、今日も頑張っていきたいと思います。最近ね、これでめっちゃ負けてんじゃん。やばいっすね。めっちゃ負けてるんすよ。やばいんすよ。なので今日何とかしたいということで、なんと本日カメラマン竹尾さんではございません。よろしくお願いします。ピロタです。はい、ピロタくんですね。はい、ということでピロタくんがね、一緒の時はね、僕勝つんすよね。まあ、結構勝った記憶ありますよね。そうなんですよ。まあフリーズ2回引いたりとか。はい、その時たまたまいなかった時に、はい、記憶に新しいっすよね。そうですね。竹尾さんがいなくてピロタくんがいたら、フリーズ2回引けたっていう、4700枚出たっていう。で、本日はね、ピロタくんが頑張っていきたいなということで、 PX 牛久店さんですね。はい、2回目の、来店ということで。何です？まああれですよね。あれですかね。いや、あれちょっと引退してたんだよね、あれらしいですね。そうなんですよ。一応その竹尾さんとですね、相談しまして、このまま行ったらやべえということで引退してたんですけれども、あんま正直ね、他のラインナップ的に最近ビンゴとか行きてえなとかいう話をしてたんですけど、ない。なので、改めてね、ピロタ君だったらいけるんじゃないか的な。一回比べてみる的な意味で。そう僕のお財布は結構そこで比べられちゃうと大変なことになるんですけど。けど、まあ、なんとかしたいなと。同じ土台で。はい。そう、同じ土俵で。そう、土俵だった。土台じゃなくて。同じ土俵でやることによって、その、カメラマン力っていうのを比較していこうかなということで。新たな視点で。はい。頑張っていきましょうか。頑張りましょう。喋っちゃいましたけど、珍しいタイプのあのオープニングなんで、僕もどの程度喋っていいか分かんないです。確かに。あと車まで結構遠いんで比較的ね、時間にも余裕があるということで喋っちゃいましたけど、はい、ということで、もう始まる時にはもう席ついてると思いますが、頑張っていきましょう。ということで、凱旋でございます。おとといすごい出てる台なんですね、これね。なんですけど、まあ昨日もなんかいい感じになんかなってるんで。まあそういうんじゃないしね。っていうか凱旋そういうんじゃねえし。ただね、うっかりしてた。ハーレスが増大だったね。いや、すごいですね。今日ハーレスの日だったかもしれないな、もしかすると。で、明らかに朝一ね、みんなハーレス行きました。はい、僕以外。お？フェイクじゃない。あるね。あー、これは行ったか。ああ、行った。161ゲームだね、隣が。いや、比較的早いよ。あら ?3? あら、割かし競争見してた。隣に今心奪われてて、あれ、なんで今3連したんだろうと思って。まあ、中段リプですね。263ゲーム投資が12000。おお、低投資。
でも正直今さ、ブラックホール来るまでさ、すげえ寒そうだったよね。寒そうでした。不意に当たった感じあったの。あーあかん。ここでね、継続してね、あそこ行きたいよね、できればね。でも取れた、めっちゃ。まあ、ここ厳しいですね。さあ、残念ながら追加同士ですね。まあ、ここまでは想定ない、全然。なんかいいことあった？やっぱハーレスがちょっといいですね。それさっきから聞いてるよ。早いな。5枚目。早いですね。早いね。これ何時なの？10時半。待って、まだまださ、回転して1時間半で。はい、そうっすよ。このペースはまずい。やばいね。天井目指しますか。そうだね。いつも通りだわ。いつも通りっすね。いつも通りだわ、今日も。竹雄は悪くなかった説が、もう濃厚ですね。濃厚ですね。濃厚です。最近俺、すげえ読んでるやつが、あのマイホームヒーロー。あ、知らないです。知らない。はい。娘がすげえヤンキーと付き合ってて、はい、で、別れ話をしたらストーカー化しそうになって、家に押しかけてくるのよ、ヤンキーが。で、これはまずいっつってお父さんそいつ殺しちゃうのよ。それだけですげえ話だな。で、そのお父さんと、で、お母さんにもバレちゃうのよ。お母さんバレちゃうんだけど、これ家庭が崩壊してしまうからこれはまずいっつって、夫婦でその死体を完全犯罪っぽく隠していくっていう、まだ2冊しか出てないんだけど、それ結構面白いんですよ。で、今2巻ではまだ2巻までしか出てないんだけど、はい、そいつね、ヤクザの下っ端みたいなことしてて、はい、そのヤクザがそいつどこ行ったっつって、はい、探してるので、まあ候補として挙げられてるのがもうそのお父さんになっちゃってて、ヤクザに今ちょっと追い詰められてる感じのところ。いや、なかなかいいっすよ、マイホームヒーロー。ちょっと読んでみたいっす、マイホームヒーロー。最近すごいね、漫画の話しかしてねえんだけど。もう一個すげえおすすめの漫画がありまして、はい、コタロンは一人暮らしっていう漫画があるんですけど。あ、知らないです。これね、マジで読んだ方がいい。コタローは一人暮らし。すごい絵もそんな上手くない漫画家さん、はい、女性の漫画家さん描いてるんですけど、あれはね、すごいいい漫画です。いや、面白いとかじゃなくてね、いい漫画なんですよ。あ、やっべ、当たっちゃうかもしれない。一番下大丈夫か、斜め気にならなかった。あ、遅れたし、ごとでいいっすか。いや、無理だな、ちょっとモード良さそうだったもんな。おや、おお、あるかな。遅れでさ、赤玉のフェイクってさ、ちょっと強そうな気がするよね。気がするだけだ、気がするだけだった。じゃあ、もう多分当たんねえからさ。当たんない。さっきの話に戻るんで。コタローは一人暮らしっていう漫画あるんですけど、はい、幼稚園児なんですよ、コタローが。コタロー、はい、幼稚園児なんですよ。幼稚園児、主人公、はいはい、なんですけど、ある日ね、一人暮らしを始めるんですよ。一人暮らし。もうそこの時点でちょっと面白そうですよ。そうなんですよ。で、コタローさんね、普通にティッシュを買って、ティッシュを買って、ご近所に配るわけですよ。この度引っ越してきましたっつって、ボックスティッシュを。で、まあ、近隣のね、まあ、ちっちゃいアパートですよ、安い。で、アパートの住人たちがね、それをもらって、あれ、
まあお父さんとかお母さんがちょっと、ね、外出されちゃったのかなみたいな感じで雰囲気見せるじゃないですか、はい、そりゃでもよくよく話を聞くと小太郎くんはね一人暮らしじゃないかとおかしい、これはおかしいと、うん、いうことで小太郎くんのその出生に謎がありつつまあ本当にそのアパートの住人たちも小太郎くんのことが心配になってきちゃって、はい、いつも一人でね買い物とかもしてるし幼稚園も一人で行くし心配になってきちゃってすごい面倒を見てあげるわけですよ、はい、でそのもう住民たちね今まで本当に東京でさちょっと当たりそうだなちょっと当たっちゃったわ1164ゲーム投資が、5万5000円でございますせめて色変わったしねああ残念だ今日やべえやつだな画面何も見てなかったあ小太郎くんの話夢中だったよ続き行きたいっすなんか外線もういいそんなことないそんなことないいやでもそれでね、はい、そのアパートの住人なんてさもう気迫ですよ、はい、もう友達とも隣人付き合いもなく過ごしてきたのも小太郎くんを中心に仲良くなって、はいはい、隣人同士のね温かい感じになりつつもその小太郎くんがどういう出演でねそんな境遇になってるのかというところがちょっとずつ明かされていくに従って小太郎くんの境遇にもちょっと胸が締め付けられてしまう。ああなるほど。でも小太郎くんすごい強がってアニメのモノマネをずっとしててそれが島みたいなこと言うのよそれがまた可愛いねでも強がってんだろうなみたいなあっていうねすごい心が温まりつつもすごい寂しい気持ちにもなっちゃうっていうね今何巻くらいなの今まだ3巻しかやってない あれはね普通面白いとかじゃなくて普通にねいい漫画めちゃくちゃモーニングあたりかなあ惜しいビッグコミックですあビッグコミックが、はい、惜しいな惜しいねちょっと惜しいなちょっとその辺おすすめなんでぜひ今日メモって書いてくださいマイホームヒーローと小太郎くんは一人暮らしもう多分2018年度この漫画すごい大賞にノミネートされるレベルのあマジですか、はい、漫画だと思いますそれ期待です、はい、キャラ付けがよくわかんないこいつは敵だったっけ味方だったっけあ出ました佐藤金扉とか閉まんねえかな まあ閉まりませんよおいいよモード上がりましたいいよおい来たよかった、29ゲーム投資変わらず5万5000いいものだったからね期待してるよまあ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 全然いいっすよ31ゲームだからね何てゲームっすか29ゲームっすか29 ループと変わんねえからだなぁ刺さってワンチャンあるよワンチャンあるよああこれはさすがに刺さったでしょああよし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 やっと上乗せできたよかったおもう何日ぶり乗せたのそんなにっすかこのエンブレム自体をすげえ久しぶりに見たわ安心と実績の早っ早っよいしょリフォー対応まあ予定通りですね800ちょい全部鏡全部鏡でいい
まあどう考えてもループないよね。毎度恒例通常 ATM でございます。さあ、まもなく3000ゲームに差し掛かろうというところですけど、ここまで何も起こっていない何も起こっていない、ね、漫画の話をしただけ、おぞましいねおぞましいね、本当にすごいな。はい、ということで10本目でございますかね。10本目ですよね、多分。あ、10本目です。つまり9万ジャストですね、今。あの人なんかわざと狙ってないっぽかったからな。あ、マジか。わざとなのか、見えないのか知らんけど、はい、もし1個だとしたら、うわー、最悪だー。1342ゲーム投資が9万4000円。なんで光る天国か。これなんで光る。これゴッドワンチャンあるよ。お、ないんだけどね まあ確かにモードはめっちゃ良さそうだったけどさ。オアですね、本日も本日もオアです。782ゲームでお隣さんがおやめ遊ばされたんで。さあ、ということで2代目凱旋でございます。隣の台でございますが、この台ね、わりかし朝からずっと見てて、まあグラフ自体はクソなんですけど、まあ600ハマってっか1回。でもその前はすごかったんだよね。軽いですね。まあ、ここまではもう昨日とか一昨日の話だからあれだよね、うん、ということで、まあ最大でも611余りということで、そんなに悪くないように見えていた台がここに来て788ハマっているということで、ありがたいですね。これは正直ここまで9万4000円、枚数でいうと4700 4700ぐらいですか。よし、踏んだね。今のレバー音大事だったから。たんまりとループを。ここですか。V でお願いします。本当にお願いします。おお、間挟んできた。斜め木だな。もう一回でかくなるかもですよね。さあ頼む。 V でいいんだぞ、 V でいいんだぞ。久しく見てねえから俺 V。 あー、ゴーだ。天井ですね。1492ゲーム投資が12万ジャストでございます。お願いします。まあ、2段階ミスっただけだから。いやー、弱いか。すっくんな。いや、でもループあれば大丈夫。ループあればなんとでもなる。
さあラストチャンス、32ゲーム以内、現状何連敗だよマジで。